宮池勝人は、日本の土木技術者、実業家、工学博士。中部電力代表取締役副社長を経て、中日本高速道路代表取締役社長 CEO。愛知県出身。1971年名古屋大学大学院、工学研究科土木工学専攻修了、中部電力入社。1989年名古屋大学工学博士。2001年取締役土木建築部長。2003年取締役発電本部土木建築部長。2005年常務取締役執行役員環境、立地本部長。2007年代表取締役副社長、執行役員。2013年顧問。2014年から中日本高速道路代表取締役社長 CEO を務め、笹子トンネル天井板落下事故を受け安全対策を進めた。2015年には同事故に関し横浜地方裁判所で4億余りの損害賠償を命じる判決が出されたことを受け、犠牲者に心からお詫び申し上げると謝罪を表明し、中日本高速道路側からの控訴は行われなかった。AIB 中日本高速の社長人事を閣議了解日本経済新聞2014年5月20日付 AIB 講演会夕食会へのお誘い名古屋大学全学同窓会 AIB 有価証券報告書笹子トンネル訴訟中日本高速に賠償命令点検方式に過失日本経済新聞2015年12月23日1時34分中日本高速が控訴せず笹子トンネル訴訟判決確定日本経済新聞2016年1月5日19時36分。ありがとうございます。